さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気です、ね、気持ちいい。さて、はい、早速ですがお二人、はい、病気に困った時はどこに相談しますか。病気に困った時、その病院に行くとか、はい、病院に行くね。そうで病院に行ったり、まあ、両親に相談したり、あと病気になったことのある人に相談したりとかですかね。あ、そうか、そういう分からない時困るからね、症状聞いてみたりね、はい、やっぱスポーツでもね、病気って、そうですよ、怪我がありますから ね大変ですよね、はい、はい、そこで今回まずご紹介するのは、平成15年に独立し医療業界に強い税理士法人を立ち上げたこちらの企業様です。現在、日本の中小企業が置かれる環境は30年前と比べて2割以上の減少を生む深刻な状況となっている。中小企業の置かれている状況、それは医療を取り巻く環境においても変わらず、既存の経営方針だけではすでに生き残れない社会となっていた。そんな衰退化する企業を支え、確かな戦略と迅速なサポートによって健全で安心な未来へと導く男がここにいる。税理士法人アクア代表税理士副島正雄。平成19年に設立された税理士法人アクアでは、税務相談から経営計画の策定に至るまで、医療業界を中心に取り巻く様々な問題点にメスを入れ、経営体質の改善を日々サポートし続けている。今回はビジネスドクター副島正雄をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。またなぜこの事業をされようと思ったんですか。まあ、学生時代から会計事務所に興味がありまして、会計とか税務の勉強っていうのを始めたのがきっかけでありま す、ね、我々あのスポーツをやってた人間が一番弱いところなんですよ、はい、そこがね。だから我々は税理士さんにお願いしたり説明を受けたりっていうところをしてないと、はい、みんなもうしっちゃかめっちゃかになっちゃうね、はい、我々 ね、はい、経営者の方やっぱりそこの専門職っていうとしてはあのピカイチだと思うんですけれども、まあ、会社運営には起業家としての要素とか、監督者マネージャーとしての要素とか、専門家としての要素って3つのバランスって私大事だと思うんですけれども、起業家であればやっぱりお金の管理、はい、お金のことっていうのは大事なので、そこを支援していきたいっていうところです。今もうぐさっと胸に刺さっています。大手医療法人との契約を機に医療系の顧客が増え、現在では約200件の取引先の半分が医療系という税理士法人アクア。医療業界に特化した税理士法人を目指した理由について聞いてみた。ドクターは、開業するまでってか開業してからもですね、多くの方が税務とか会計とか運営とか、うん、ほとんど分からないですね。そうですよね、分かるはずがないんですけど、そっちの勉強はしてないわけですからね、はい、大学時代は、うん、医師免許ないしは歯科医師免許を取るためだけの勉強っていうのをしてきて、で今度資格を取ってからは医局とか病院とかいろいろ勤務して、まあ治療診療っていうのに専念してきて、その後独立していくっていうのを勉強する過程がないので説明していかないといけないっていうのが分かりまして、でもそれをやっていくとドクターはものすごく喜んでくださるんですね。そうすると我々の存在価値っていうのも高まるわけですので、そういうふうに考えていくようになってから少しずつドクターのお客様が増えていって特化っていうのが始まったと。助かりますよね。今医療業界に特化されてる税理士さんって多いんですか。少しずつ増えてきておりますけれども、まだまだ少ないっていうかですね、できないっていうのも実情としてあります。なんでかっていうと、我々って一般法人のですね、株式会社の税務とか会計を勉強して税理士になっております、はい、ドクターは、まあ、医療業界というのは特殊なやはり会計とか税務っていうのはあるので、あそこまでまずは手が回らない。今実際この日本のクリニックの現状っていうのはどういう感じなんですかね。現状としては利益率っていう観点からいけばいいのかもしれないですけれども、投資をして
それを回収するっていうのはやはり苦しいと。利益が出るってことは当然税金が日本はかかるっていうことになりますから、まあ節税対策とかもですね、今なかなかうまくいっていないっていうところもあるようですね。でもなおさらそうしたら医療にね特化した税理士さんって本当大事ですよね、はいはいはい、そんなアクアにはある強みが存在していた。でも我々の業務で中心となるのが過去会計と未来会計と表現してるんですけれども、過去会計っていうのが現状を知ると、例えば9月であれば8月までの経営数値、売上とか経費とか利益、利益イコールまたキャッシュではないので利益とキャッシュの関連を知るっていうのを過去会計と表現してるんですけども、必ずやっているクリニックっていうのは少ない。お医者さんであればお腹が痛いって患者さんが来た時には聴診器当てたりとか、歯医者であれば歯が痛いって患者さんが来た時にレントゲン取ってその現状を知るっていうことを必ずドクターってするんですけども、それがクリニックの上においては過去会計なんですけど、自分の職の上ではやるくせにいざ経営になるとしなくなる、わからないですよね。で未来会計っていうのはドクターでいうとじゃあ治療計画みたいなものです。会社運営において事業計画って非常に重要だと思います。それを作っていないクリニックっていうのは非常に多いんですね。でもお医者さんは必ず治療計画を立てる、でそれを患者さんに説明して、はい、治療をしていく、まあ、それをやるのが会社においてやるのが未来会計、未来会計になります。経営計画作ったら作りっぱなしは、治療計画と同じ作りっぱなしは意味がないので、うん、会社の経営改善っていうのをやっていって、どのようになっていったかっていうのをまた過去会計を毎月やっていって未来会計と対比させることによって、まあ、今後のクリニックの運営っていうのを考えていく。でその上で先ほど言った節税対策とかっていうのも施せるのかな、立ち直ったなんていうののところもそういうところで感謝されたり、はい、そういう面ってあります。やっぱりあります。やはり税務とか会計とか皆さん分からないので、その基本的な例えば利益率とか人件費率とかっていうのがどういったものなのかって分からなくて、どんぶり勘定で経営していってると、そこをある程度数字を把握していって利益率とかっていうのを確認していくことによって、今までとは全く違った経営ができるようになる。そうするとお金が簡単に言うと残ってきますから、キャッシュが回り出しますので、スタッフに還元したりとかもできますし、高い医療機器ってまた購入して地域の患者さんに還元したりとか、貢献ですかね。以前こう一人ね、自分のことをやってくれるマネージャーさんだったら、マネージャーさんを雇用しようかと思ったらかかりますね。毎月いくら払って終わりじゃないからね。やっぱり会社がどれだけありがたいかっていう、保険から何から払ってくれててね、人を一人採用するためにはいくら売り上げを増やしていかないといけないのとかっていうのを考えていかないといけない。そこがまあ未来会計に。経営の現状を把握する過去会計、そして短期中期の先を見据えた事業を計画する未来会計、この2つのサポートがアクアの事業をさらに大きく発展させていった。実際その確定申告でアクア様ならではやってらっしゃることとかってあったりするんですか？確定申告と、まあ法人の決算の時に、はい、まあ税理士書面添付っていうものをやっております、はいはい、クリニックで言うと分かりやすく言うと、まあ、カルテ、健康診断書みたいなものになります。1年間会計事務所として税理士法人アクアがどのように、はい、顧問させていただいてきたか、どのように、決算を組んだかっていうのを、うん、こういった書面にしてですね、まとめて出すことができるんですね。カルテだね、これ本当にね。これをやってらっしゃる税理士さんって他にいらっしゃるんですか？ですね、法人の申告で 7% ぐらい、クリニックなど個人事業の申告だと大体 2% ぐらいだというふうに言われてなります、はい、うん、これも共にその、はい、例えば病院で開業される先生と、はい、共にもう会社の経営してるってことですよ ね、 これね、間違いなく、はいはい、責任持ってアクアで顧問させていただいているっていうところですね、まあ、信用も増したりっていう、信用がそうですね、はい、その信用を増すためにやっているようなものになります。その信用っていうのが2つありまして、1つ目が税務署課税庁になります、はい、これをですね出しますと、いわゆる税務調査というものがいきなりはもう入れなくなります。全部出てますもんね、はい、税務署がここに税務調査に入りたいってなった時には、まずこれが出ている場合は会計事務所の方に
まあ、税理士法人アクアの方に連絡が来て税務署に一度来てくださいと、でそれをですね意見聴取と言うんですけれども、で我々が税務署に行って意見聴取を受けます。でここの、クリニックは1年間税理士法人アクアの方で過去会計と未来会計をやっていて全て把握しているので税務調査っていうのはやる必要がないということをですね、まあ、簡単に言うとそういった話をしてくるんですね。調査官の方で納得すると税務調査が省略される形になります。税務署から発行されるのがこちらになりまして、意見聴取結果についてのお知らせというものが出ます。税理士に意見を聞いた結果、特に問題とすべき事項はないので調査は行わないっていう紙が出るんですね。税務署っていうのは全部データ化しておりますので、ここは税務調査っていうのは入る必要がないっていうのがデータとして残っていくと、まあ、課税庁からの信頼っていうのが高まっていくっていう、あそこはもうアクア様が入ってるから、ね、まあ、間違いないと思うぞって言って一応聴取で聞いてみて、やっぱりなって納得すると。病院の先生は自分が職人気質でいられるよ ね、 そうですね、一番やりたいその診療治療のところに専念ができる、ね、レベル上げていけるし、ね、あともう一つが金融機関からのメリットですね、はい、これを出しているところに関しては利息を安くするとか融資の幅を広げるとかっていうのが今金融機関の方で対応していってくれております。やはりこれ会計事務所が税理士がお墨付きを与えてるっていうものになります。安心して数法も貸せるという、はい、融資できるという、はい、なぜそのアクア様でできて他ではできないんですか、はい、一つにはですねこちら書くのが、はい、まあ大変慣れていないと、これを作成するのが、はい、っていうのがまず、なるほどね、細かい、単純な理由としてあります。過去会計と未来会計を本当にやってないと書くことができないっていうのもあります。あともう一つ、これを書いたからといって税務調査が 100% なくなるかっていうとそういうわけではないんですね、うんうん、100% なくなるかどうかもわからないものだったら書かないでもいいんじゃないっていう、根強い考えっていうのもあります。でもこれ出してるお客様はもうほとんど税務調査っていうのは省略になっておりますので、でも病院の先生もやっぱり信頼だよね、はい、そうですね、口を見に来られる病院の先生方とかってそういう方が多いですか、やっぱり、ね、経営運営に悩んでいてその時に会計事務所の方でアドバイスっていうのがあまりなくて、はい、現状もわからなくてっていうので悩んでいて、相談したらアクアっていうのがある、はい、ちょっと一度話聞いてみたらっていうのが多いですね、はい、なるほど。最高のサービスを常に目指し、時代が求めるニーズに応え続ける添島正雄。そんな男が見据える今後の展望とは。添島さん的には、まあ、その今後の展開とかって何かお考えのことあるんですか。今非常にクリニックがですねのお客様がどんどん増えていて、でクリニックのお客様も大変な方が多いですから、そのお金を借りたっていうことはですね返さないといけないということですから、最適な利益っていうのを確保していって返済していくことがまずは大事ですし、クリニックの方々から非常に支援をしてほしいというふうに言われておりますので、そこの強みっていうのを伸ばしていきたいなというふうに思っております。すごく情熱をね伺えるお話で、いつまでも我々 のパートナーでいてください。はい、ありがとうございます。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様ですが、はい、お二人は上須町という町は知ってますか、うん、上須町、はい、はい、どちら、茨城、はい、よくご存知ですね。行ったことありますね、小学校にも行ったことありますね。本当ですか。あ、教えに、教えに、そうなんですね、はい、あやのちゃんは。いやもう全然初めて、ごめんなさい、ね、聞きました。私も初めて、ね、はい、聞いたんですが、今回ですね、はい、ご紹介する企業様は、はい、1976年に上須町の工務店として産声を上げ、これまで徹底的にこだわる姿勢と洗練された技術で地域の信頼と実績を残してきたこちらの企業様です。
私たちの人生において長い時間を過ごすこととなるマイホーム。それは一生に一度の買い物として多くの人の憧れとなり、時に幸せの象徴として日々の生活を彩り続けてきた。そんな誰もが抱く強い思いを細部に宿るこだわりと洗練された職人の技で理想の住まいを築き上げる男たちがここにいる。株式会社大沼工務店代表取締役大沼貴之、プランナー兼現場監督中澤武、大工林隆。1976年茨城県神栖市に誕生した株式会社大沼工務店では、住宅建築を柱に据えた事業のもと、広がりの空間構成や光や風の取り込みまで家づくりに細やかな演出をもたらし、お客様の求める理想のマイホームを実現し続けている。今回は住まいづくりの匠、大沼貴之、中澤武、林隆をスタジオに招き詳しく話を聞いた。大沼工務店さん、すごくおしゃれな感じのデザインのものが多いなと思ったんですが、はい、なんか若い方にすごいくなんか好まれるなっていう感じがあったんですが、はい、そういうこだわりとかもあったりするんですか？今日2つ、はい、ご用意させてもらいましたけど、これは、海外の家だね。これちょっと変わってるのが、はい、お客様の生活スタイルをこうヒアリングしていくと、趣味嗜好等々も、はい、ヒアリングさせてもらいながら、お客様の住みやすい空間というものを提案させてもらってます。お客様の生活空間からできたものがこういうふうに作品として生まれるんで、まあ、イメージはしやすいかなっていう感じでスタートしますね、うん、これ住みたくなるよね。そうですね。高幸さんは2代目ですか？そうですね。そうなんですね、はいはい、いつ頃から意識し始めたんですか、はい、そういうのって。物心ついてきたらどうしても現場の掃除とかしてましたんで、まあ、やるやんないは別ですけど、父親っていうより親方っていう環境の中で育ってきましたね。そうなんですね、はい、いつ頃から引き継がれたんですか？はい、その前からまあ修行はやらせてもらいましたけど、実質経営の方は平成19年からしまして、今年の8月に代表の方も交代させてもらいました。ね、いよ。そうですね、やっぱりその先代様とやっぱりその違いだったりとか、はい、何かこう差別化を図った部分とかってあったりするんですか？うん、先代が一人親方でこう立ち上げて、お客様とマンツーマンで進んでたと思うんですけど、はい、今どうしても組織化で現大沼工務店はこう進んでます、うん、でその組織の中で、まあ、お客様とのコミュニケーションというものが、うん、1対1よりはこう人数が多くなってくることで、まあ、意思疎通ができない部分って多くなると思うんですけど、全スタッフがこうお客様と共有するために議事録作ったり、まあ、お客様に代わって一つの作品を作るっていうところで、会議等も日々こう開催しながら進めてるってところは先代とは違うと思いますね。具体的にはどういう議事録をつけられてるんですか？僕たちの発したもの、お客様からいただいたもの、それを全部書き留めながら、最終的にその日に、起こったことはお客様に確認いただくと、で何か不備があればその場で対応させてもらって、書き直すということを、行ってます。でそれを全員で共有するんですよね、社員でね。そうですね、まあ、お客様に副写の方もお渡ししますんで。ああなるほど、はい、前回言ったことを、はい、こういうことでしたよね、ご要求はこういうことでしたっていうね。まあ、今24時間お客様と連絡取れるように、社内全スタッフとお客様ご夫婦と、LINE 共有っていうものもさせてもらってますんで、お客様からするとだん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 自分のその要求が叶えられてきて、はい、で家が建って いって、はい、たまらない感情を今度ぶつけてこられるでしょうね。嬉しいだとか、ね、逆もこれは違ったとか、はい、そういうのもあるでしょう。まあ、あると思いますけど、揉め事ではないけども、うん、あれっていう、まあ、現場でそれがないように、うん、密にこう打ち合わせするっていうのが大事になってますけど、うん、限られた時間の中でどうしても打ち合わせしないといけないんで、お客様は布団の中、お風呂の中でこう気づいたことをすぐ LINE で共有させてもらうと。 LINE、うん、かガラ
ガラケーじゃダメか、はい、そんなことはないと思うんですが時代はそうなってきてますね、はい、まあその定期的に議事録をつけたりだとかされてると思うんですが、はい、大沼工務店さんにとってそこが一番の売りだったりするんですか。そうだと思いますね、まあ、お客様との距離っていうのは、はい、他の会社よりはすごい近いと思います、はいはい、いきなりもう今日突然お会いしたの初めてですからね、はい、どうもってこういう風にさ してくれるのはね、はい、こういうの伝わるんだ明るさっていうのは ね、はい、ねいきなり構えられたらお客さんの方も困っちゃうけども、うん、普段からも大沼さんってこういった感じなんですか。すごく喋りますね。あ、そうなんですね、はい、全てのスタッフが議事録を共有するなどお客様が感動する住まいづくりを徹底する大沼工務店。さらに2ヶ月に一度開催される賢い家づくり勉強会には毎回多くの受講者が参加するほどに。限定ではあるんですけども、はい、外部会場に、まあ、都内の方からコンサルタントの先生をお呼びしまして、うん、知恵づくり住宅のいろはというものを説明させてもらいました、うん、そうなんですね。どういうことをアドバイスされるのかね、賢い家づくりって、はい、お家って皆さん表面上でこう着工してから終わるまでっていうのは数ヶ月だと思うんですけど、うんはい、35年ローン組む中でその数ヶ月っていうのはすごい短いと思うんですよ、うん、でいかに建てようと思った時に始めるんじゃなくてそれ以前の時点で勉強がいかに大事かっていうことを地元工務店として発信しているということですね。そうだよ ね一緒に、はいねまあ、一棟建てるかどうかっていう、はい、建てられるかどうかっていうところの、ね、あれを 2,3 ヶ月でポンポンポンっていっちゃったら、うん、そうですね終わった後の後悔がね後悔しきれないと思いますので、ねそれよくなんかお伺いします、はい、建ててみて、はい、うちの父も はい、実際マイホームを建ててちょっとここがどうのこうのとかいう話とかもあったので、はいはい、やっぱりその最初の知恵っていうのは大事なんですね。だと思いますね、はい、今は本当にお客様が知恵をつける時代だと思います。その場を提供しているっていうことですね。うちで建ててくださいとか、はい、お家を必ず建ててくださいじゃないんですよね。結局その勉強したことで建てない方もいますし、はい知恵をつけたことで後悔のないように一緒の買い物ですからね、本当に僕らもお客様が喜んでくれるっていうことが、まあ、面白おかしくじゃないですけど地元で、やらせてもらってますね。ここで宮沢から建て売り住宅に関するとある疑問が。建て売りって今やりますよね。その先に建ててこちらサイドが建てて業者サイドが建ててそれを見に行って買うっていう、それまあ自分の希望に合えばいいけども想像以上に理想以上にどうなんですかね。ヨーロッパじゃそんなあんま見ないんだよね。こだわりがあるからみんな。確かに。だからお客様がお家に求める要望順位付けだと思うんですけどね。建て売りが悪いわけではないですし、全然悪くはないんですけどもね。ただ作ったところが見えてないんで弊社では建て売りというものはやらないですけど。そういうことですよね。どうしてもね価格重視が順位で一番のお客様はそこだったり、はい、しますよね。そうか、はい、やっぱりコストの問題っていうのはいつもお客様の方ももちろんこのぐらいの予算だってあるけども、はい、こちらの方も工事にかかるのはこれだよっていう最低はここがかかってしまうんだっていうのはあるでしょやっぱり、ね、ありますよ。今車と一緒でこう値段って本体価格があって積み重なってきます。お客様勉強会に出てもらったことで総額から逆算、最終的に本体にいくらかけれるのかっていう中で限られた予算でやる。現場サイド林さん大変ですよね。でもね社長が、はい、コミュニケーション取ってくれて、はい、でお客さんも現場に来てで注文してくれたりコミュニケーションがしやすいんで、でお客様の色も出せるしでいいものができればうちらも褒められる。現場そこで変えていくっていうのも実際にありますか。あります。いいですね。なんかこうちゃんと直にお話ができて自分のマイホームが建てられるっていうのは素晴らしいことですよね。素晴らしいし、だから議事録だとかそういうものが生かされてるっていうこともあるんですね。だからね。そうですね。じゃあ現場にいらっしゃるお客様も多いっていう感じですかね。はい、結構まめに来てくれる方が多いですね。そうなんですね。まあ、そしたらより一層ね
いざ立った時に感動がすごく増しますよね。そうですね、はい、一緒に泣いてますよ中澤中澤さん。やっぱりそうですか。やっぱり現場監督でやっぱりこう家にも愛着が入っちゃうんで、やっぱこう手放すっていうんですかね、あの我が子をこう送り出すような気持ちにもなるんで、自分たちが建てた家が人が住んで、その地域に、まあいろんな地域があるんでしょうけども、あるじゃないですか実際に、はい、あれってたまらない感覚でしょ。そうですね、我が家に帰るような気持ちでね通りますけどね、それも何軒もあると。でそこで家族が生活していて、はい、ね、明かりが灯っててさ、 それやっぱり生きがいやりがいですか。うん、そうですね。今後どんな家づくりを心がけているんですか。はい、2020年に、建築基準法の改正があります。まあ、2020年の基準をはるかに超える住宅を、今現在もあの全棟実施でやってますんで、そのまま進みたいと思います。例えば基準ってどこが変わってくるんですか。はい、まあ、分かりやすく説明しますと、うん、車と一緒でハイブリッド化した住宅にしてくださいっていうのが、2020年から、実施されますんで。ハイブリッド化、はい、まあ、ランニングコストのかからないお家ですね。うん、抑えた、はい、いや、まあ、やっぱりそうなっていくか、時代の流れ的にはそうですかね。2020年の建築基準法改正をきっかけに、さらに住みやすい家づくりを目指す大沼貴之、中澤武、林隆、そんな男たちが掲げる今後の展望とは。今後の展開というのは何かお考えなんですか。弊社の勉強会に参加してもらった方も含めてですけど、一棟でもお客様が後悔しない方を地元で作ると、で家づくりに関してお客様が満足する、環境というのをこの先も作っていきたいなと思ってます。地域の中で自分たちがこう地域と一体になってるっていう感覚はあるわけですか。まあ、地元のトップリーダーまではいかないかもしれないですけど、そういう意識で、まあ、社内全員含めてですけど、その意識で進んでますね。素晴らしい。素敵ですね。はい、情熱をね、はい、いつまでも持ち続けていただいて、はい、素晴らしいお家をどんどん建ててください。はい、今日はありがとうございました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。ビジネスブックコレクション、皆さんは世代間交流施設というものをご存知でしょうか。世代間交流といっても様々ですが、本書では保育園と介護施設、障害児施設などが同じ敷地内にあるか、あるいは他の施設と積極的に交流を行っている施設を取り上げました。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、世代間交流施設の挑戦、保育と介護はどのように融合しているのか。この本を書いたのは日本事業所内保育団体連合会。世代間交流施設でどのような取り組みが行われているのか、具体的にそれが子どもと高齢者にどのような影響をもたらしているのかを教えてくれる一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。